クリス・ボードマンは、イングランド・マージー・サイド州、ホイレーク出身の元自転車競技選手。史上最高のタイムトライアルスペシャリストの一人である。ボードマンは、1992年、バルセロナオリンピックの 4km 個人を追い抜き、決勝でドイツのイエンス・レーマンを破り優勝。この種目では、世界選手権自転車競技大会においても2回の優勝実績がある。また、 スタンディングスタート4キロメートルタイムトライアルでは世界記録を保持していた。このようにボードマンはアマチュア時代からトラックレースで素晴らしい実績を残し、後述するように1993年の時点でアワーレコードも更新している。しかし、世界中に名声が知れ渡ったきっかけはツール・ド・フランスで初出場ながらステージ優勝を飾ったことである。 1994年のツールドフランスで、ボードマンは、プロローグの個人タイムトライアルにおいて、2位のミゲル、イングラインに対して 7.2km のコースで14秒以上もの差をつけ、ツールのデビュー戦で、いきなりのステージ優勝。新人でありながら、毎を上流を獲得した。当時、イングラインはツールドフランス3連覇中であり、この年も、優勝候補の最右翼に挙げられていた。 対するボードマンは、ロードレースでは目立った実績はなく、まさか個人タイムトライアルを非常に得意とするインドラインが、プロローグとはいえ無名の新人に、大差で敗れることなど、誰も予想していなかった。さらに、この時の時速 55.152km という、平均時速は、ツール市場における最速記録であったため、ボードマンは人々に、相当の驚きを持って迎えられた。 その後、ボードマンは、大雨の中で開催された1995年ツールの、プロローグこそカーブでスリップして、落ち車、骨折して、リタイア第1号となってしまうものの、1997年、1998年のツールで、プロローグの個人タイムトライアルを連覇した。なお、これら3勝を収めた、際の平均時速は、 94年、リールの時速 55.152km、98年、ダブリンの時速 54.193km、97年、ルーアンデの時速 52.465km である。彼がツールド・フランスで獲得した勝利は、この3勝だけだが、これらの平均時速は、2007年に、ファビアン・カンチェラーラが、時速 53.660km を、 記録するまでの9年間にわたり、プロローグにおける最高持続の上位3位を独占していた。このようにプロローグで見せる他を圧倒する速さから、ボードマンはミスタープロローグと呼ばれるようになった。1994年から世界自転車選手権のロード種目に個人タイムトライアルが設けられることになったが、ボードマンは見事に初代優勝者の座についた。その後の同種目においては、 ミゲル・インドライン、アレックス・セーレ、ローランジャ・ラベール、アブラハム・オラーノ、ヤングル・リヒといったロードレースにおいても実績を残している選手が優勝者として名を連ねることになるが、いずれもボードマンに勝ちたいという意味での挑戦だったとも言われる。これはタイムトライアル系種目において当時はボードマンが実質的に世界一であったことを意味している。また、 ボードマンは1996年、アトランタオリンピックのロード個人、タイムトライアルでも3位となり、銅メダルを獲得している。もっともボードマンは、スプリンタータイプではなく、加えて、僕は、山は登れないよと漏らすほど、山岳コースはまるで走れなかった。さらに、頻繁に落ち者に見舞われていた。これらは、大柄ゆえに体重がネックとなったことや、 集団走行が苦手であったことが影響している。以上が理由となり、ロードレースにおける実績は皆無に近い。ツールド・フランスでの感想は1996年のみ、ステージレースでの目立った成績は1995年のクリテリウム・デュ・ドフィネイでの2入賞くらいである。しかし、チーム、個人を問わず、タイムトライアル系種目となると、抜群の強さを発揮し、数々の勝利を挙げた。 ボードマンは、クレアム・オブリーと並んで、1990年代から2000年代初頭に、かけて、アワーレコードの更新に心血を注いだことでも知られる。1993年7月23日、ボードマンは、フランスボルドーのデュラ自転車競技場において、52.270km をマーク。わずか6日前に、オブリーが、 ノルウェーのハマール自転車競技場でマークした 51.596km を上回り、新記録を樹立した。しかしその4日後の7月27日には、オブリーが同じクドゥラ競技場で記録更新に挑み、52.713km をマーク。すかさず、ボードマンの記録を更新した。その後、アワーレコードは、ミゲル・インドライン、トニー・ロミンゲルに更新されたが、 1996年9月7日、ボードマンは地元のマンチェスターでロミンゲルが保持していた 55.291km の記録更新に挑み、56.375km をマーク。約3年ぶりにアワーレコード保持者の座を奪回した。しかしながら、国際自転車競技連合は2000年、ボードマンが出した記録は、エディメルクスが1972年10月25日に、 メキシコシティで 49.431km をマークした当時の自転車とは仕様が大きくかけ離れたものであると表明。これはメルクスの記録を更新したフランチェスコ・モゼール以降のアワーレコードはエアロハンドルかつモノコックフレームという記録が出やすい自転車での樹立でありメルクス以前の記録とは同一しできないという判断である。これによりモゼール以降の記録は アワーレコードとしては未公認扱いとなり UCI ベストヒューマンエフォートという形に改められることになった。したがって UCI が認定するアワーレコードはメルクスの記録まで巻き戻されることになった。その決定を受けボードマンは改めて2000年10月27日、かつてアワーレコードを記録したマンチェスターの地でアワーレコードに再挑戦。 49.441km をマークして、メルクスの記録を28年ぶりに更新し、一度は失ったアワーレコードホルダーの座を取り戻した。なお、ボードマンが1996年にマークした 56.375km という記録は UCI ベストヒューマンエフォートという名称に改められているが、このカテゴリーに関して言えば、 ボードマンがこの時出した記録は未だ破られていない。このため、ボードマンはトラックとグランツールの双方で破られぬ記録を残した選手として、史上最高のタイムトライアルスペシャリストとしての評価を得ている。さらには、自らの預かり知らないところで下された決定によって、タイトルを剥奪されたにもかかわらず、悲劇のヒーローに終わることなく、 そのタイトルを実力で奪い返したといった点も高く評価されている。タイプ108ボードマンが使用した自転車で最も有名なのはロータスタイプ108である。これはマイク・バローズが設計し三菱レオンが製作したものだがロータスのブランドを冠している。合計で15台、レプリカが8台製作された。タイプ108はトラック競技用のトラックレーサーであり、 前述したオリンピックでのメダル獲得や、アワーレコードの記録達成の際にも使用された。これを、ロードレースのタイムトライアル競技でも使用できるように、回収して、タイムトライアルバイクとしたものが、タイプ110であり、少量だが、市販もされた。ツールド・フランス参戦時に、ボードマンが在籍していた、ガンチームでは、チームキャプテンのグレッグ・レモンのブランドのフレームを、使用していた。 このためボードマンは、レモンバイシュクルにペナルティを飾りつつも、ロータスのバイクに乗り続けた。アワーレコード更新を果たした際に使用したタイプ108は、ロータスに返却された。また、ボードマンの故郷に近いリバプールのリバプール博物館にも1台が寄贈され、展示されている。レプリカはコレクターに売却され、ロンドンのサイエンスミュージアムとアメリカのバーバーモータースポーツパークにある。 バーバービンテージモーターズボートミュージアムにあるものは公開展示されている。ボードマンはアワーレコードの更新を手土産にする形で2000年に引退したが、その背景には私生活における悩みもあったという。現在は自転車関連のテレビ番組の司会者や自転車レースの解説者などを務めている。また、自らの名前を冠した自転車ブランドも設立しており、 いくつかのトライアスロンチームに対し機材の提供も行っている。2012年のトライアスロンアイアンマン選手権で優勝したピート・ジェイコブスはボードマンバイクを使用している。ブラッドリー・ウィギンスは幼少時はサッカーチームに所属していたが12歳の時にバルセロナ五輪でボードマンが金メダルを獲得したことに影響を受け自転車競技に傾倒するようになった。 その後、ウィギンスは、ボードマンをコーチとして迎え入れ、後、バガネメダリストとなり、またボードマンが成し得なかったツールド、フランス総合優勝を成し遂げ、さらに2015年には、アワーレコードに挑戦して、それまでのアレックスダウセットの記録を更新。ボードマンと同じく、アワーレコードホルダーとなった。ありがとうございます。